YouTube ランキングチャンネル。 YouTube ランキングチャンネル、今回のテーマは予防医療、健康です。本物の医師が行うことも多い予防医療や健康に関する知識の配信は勉強になるものが多いです。病気に対しても正しい対処法を学ぶことでうまく付き合っていくことができます。多くの人に求められるテーマなどでは凄まじい再生回数を誇るものもあります。それでは早速今回の YouTube ランキングチャンネルスタート。一つ目は戸守新太、医師、内科、皮膚科です。戸守さんは以前から有名なお医者さんです。チャンネル解説は2020年と後発ながら人気を獲得しています。その美しさや明るさからついつい見てしまいます。タイトルにもあるように専門分野である内科・皮膚科に関する動画が多くあります。皮膚科の医師の視点から紹介されるコスメやスキンケアの動画は女性に人気なものとなっているようです。世の中にある情報への医学視点からの継承などもあるので間違ったスキンケアをしないようにチェックしてみましょう。2つ目に紹介するのは優しい内科医の YS テレビです。このチャンネルでは様々な食材について体に与える影響を実験しています。理屈だけでなく実際にどのような活的変化があるかを自分が実験体となり数値測定を行っていきます。専門である糖尿病内科医というジャンルから糖質に関する解説が多くなっています。誰しもがなりうる生活習慣病筆頭の糖尿病についての知識を身につけるならこのチャンネルで決まりです。3つ目は予防医学チャンネル、医師監修、内からクリニックです。登録者数は42万人を超えており、支持の厚い予防医学のチャンネルとなっています。いびきの改善方法や動脈硬化の予防、脳梗塞の初期症状など気になる病名がタイトルに並んでいます。動画も見やすくアニメーションがふんだんに取り入れられています。概要にもあるように40代から60代に向けたチャンネルとなっており、参考になる情報が満載です。4つ目は YouTube 健康セミナーです。配信者の大輝さんが心や体に関する健康、幸せについてのセミナーを配信しています。書籍を紹介しつつその書籍のエッセンスを解説しています。自身の経験から健康をテーマに扱っているものが多いです。健康セミナーというだけあって精神的なものも多いですが、健康に生きることのできるテーマは一貫しています。食やメンタルについての動画などが多く上がっているので、自分に合う動画を探してみたらいかがでしょうか。今回最後に紹介するのは天ヶ台ファミリークリニックです。天ヶ台ファミリークリニック院長の細田俊樹先生が非常に広い範囲の健康情報を発信しています。実際の病院経営をしている先生の情報ということで安心感がありますよね。総合診療の専門家で内科、小児科、皮膚科などカバー範囲も広いです。客観性を大事にするために論文を読んでから数的根拠をもとに配信をしているのも好感が持てます。今回は予防医療、健康をテーマに扱いました。普段から健康に気を使って正しい知識を蓄積していくことは大事ですよね。今回紹介した5つのチャンネルもかなり違ったジャンルの健康情報だと思います。健康と一口に言っても何が必要か考えていきましょう。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録もお願いします。他の意外なチャンネルランキングも紹介しているのでぜひ見てください。